大物芸能人有名人の方とか大企業の方に言っときたいねんけど、うん、エイプリルフールやってそこまで意識してないから驚くこと多いですよ。結構我々のエイプリルフールツイートバトル変えさせていただきます。山内やな。どうもかまいたちです。さあ本日は、はい、エイプリルフール2024、はい、ちょっと前にもあげましたけども、うん、過去のエイプリルフール遡ってね、はい、見てみたりしたんですけども、今年のエイプリルフール芸能人有名人の方はどんなことをつぶやいていたのか見ていきたいと思います。はい、最新ね。はい、浅野忠信さん、うん、はい、毎年ちゃんとされんねんな。好きなんやな、うん、エイプリルフールが。ご報告、浅野忠信2代目襲名披露式をドバイ国際コンベンションセンターにて行う運びとなりました。私はこれを機に引退し、これ何、勝負湯、勝負湯の里を開く運びとなりました。今後は 2代目ともども応援していただけるとありがたいです。これ誰、こんな顔やったっけ。フリー素材の人なんかな。2代目浅野さんじゃないよな。違う、絶対違う。でも浅野さんっぽいよね。この画像探してきたのか、うん、似てる人をちゃんとこうやって写真撮ったのか。エイプリルフールめっちゃ力入れてますよ、浅野忠信さん。すごいね。山内さんの前回の話聞いてたからあれですけど、うん、普通にパッと見たらあれマジで引退するんみたいに思っちゃうな。これリアルやね、毎年。なんか本人は、うん、そんなわけないやんって思われると思ってても、はい、そのビッグネームすぎて何が起こっても不思議じゃないから。そうそう、スケールがでかいから、そうそうそう、ありえんのかなって思う、ね、思っちゃうね。あ、西川さん TM のニュースなってたね、うん、あ、これもだからそうや、うん、昨晩3年3ヶ月の運用を終えた動くガンダムの次の移転先は我が滋賀県になります、うん、ガンダムファクトリー滋賀にご期待くださいっていうのを、うん、つぶやいてんけど、はい、これエイプリルフールとして、うんうん、別で先ほどバーチャル知事の1本目の収録後に弊社デスクから連絡があり、ポストの真意の確認が報道機関数社から来ているとのこと、てっきりなアホなと失笑されると思っていたら今やこいつらの行政の方を動かしかねんと思われている模様、以後気をつけます。だからそのビッグやから、そうや、ありえるから、何があっても変じゃないと思われてるんですよ。そう、全然市が行きそうやしな。だって滋賀のために尽力されてるからさ。そうそうそう、西川さんは。あ、おばた面白いね。本当に小栗旬です、うん、一番いいエイプリルフールかもな。宮地真央さん、今年のいいですよ、うん、待って待って、すっかり忘れてて、今日何にも準備してないし思いつかないし、あと1時間で午前中終わっちゃうし、エイプリルフールのご期待に添えずすみません。そんなに背負ってたんや、エイプリルフールの期待を。パニックになったんでしょうね。やばいやばいやばい、思いつかないし。思いついてたんかもな。それすらも嘘やったんかも、うん、そこのエイプリルフール、エイプリルフール企業系ね。うん、あ、これいいやん、マクドナルド、はい、最高のお昼、マックのうち弁当販売決定。セットをお重に入れただけの絵やねんけど、はい、うんうんうん、めちゃくちゃおしゃれやん、うん、ええー、やん。でこれも信じた人ちょっといるんじゃない、まあ、大企業すぎてな、うん、めっちゃええやん。マックのうち弁当、お品書き、牛ひき肉と野菜のパンバサミ、じゃがいもの揚げ物、揚げ鶏肉たち、うん、からしだれ、枝豆とうもろこし、温かりんご包み揚げ、はい、いいね。明治エッセルスーパーカップさんも、うん、超バニラのとこが超ニラ、あーいいね、これは嘘ってわかるし、わかる、うん、いいね、ええやん。ヤオキンさんもおもろいことやってあるやん。うまい棒グラッシーズ新発売、うん、いいっすね、うん、うまい棒こうしてメガネみたいな、これも嘘ってわかる。あー、エバラ食品さん、はい、食品さん、プチッと鍋、一人鍋のね、プチッと鍋、うん、がポーションがバケツサイズに、ワンプチッと1000人前、1000人分の鍋が作れるプチッと鍋の大容量タイプが新登場、うん、その名もドカッと鍋。いいじゃないですか。いいですね。天一さんの、今日もって天一はラーメン店を引退します、本日からは唐揚げ専門店として皆様に美味しい唐揚げを提供してまいります。
嘘ってわかるけど、うん、ショックやねショック一瞬けどな一瞬、うん、ってなるもんなその後の唐揚げ専門店としてで、ああ嘘かってわかるけど、うん、大物芸能人、有名人の方とか大企業の方に言っときたいねんけど、うん、ここまで世間ってエイプリルフールのこと別に何も思ってへんねんそうやね365分の1の日としか思ってないから、うん、エイプリルフールやってそこまで意識してないから驚くこと多いですよ結構でケンタッキーさんがちょっと騒ぎになってたもんねエイプリルフールでケンタッキーバーレル、うん、パーティーバーレルパーティーバーレル詰め放題開催中みたいなんでめっちゃ行列できてるんで調べてみて確かそうだったと思う、うん、あのねケンタッキーさん、うん、あなたたちが思ってるより我々ケンタッキー好きやから詰め放題やったら行くよ行くねんニュースになってなニュースになってめっちゃ行列がちょっと待てや的なニュースになってなってことそうおい何してんねんみたいな信じちゃってだからケンタッキーさんのは軽いジョークのつもりなんでしょうけど、うん、俺たちはケンタッキー詰めたいよ詰めれるだけ詰めたいよ、うん、もしかして本当かなは、うん思っちゃうからねそう嬉しいもん、うん、一回エイプリルフールの時だけ企業さん我々に一回事前に当ててくれたこれいけますよとかは言いますこれはちょっとあの期待しちゃいすぎるかもとかね、うん、これは危ないかもって、うんうんうん、全然言いますほかほか亭さんの白身フライ抱き枕とかね、うん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 、あとオレオクッキーあの子供用歯磨きオレオ、まあ、まあまあまあさすがにないかとは思うけど危ないですよ俺危ないですよ全然子供用とかがリアルやから、うん、危ないですよサケルチーズさんもこれ裂かなくても裂いてある裂く手間省きました裂けてるチーズ危ないです全然、うん、あ裂いてくれてんねんやって思っちゃうよ、うん、あのね企業さんみんなあなたたちが思ってるよりみんなあなたたちのこと好きやから期待しちゃうのよ全然ありえる、うん、モスバーガーさんぐらいねこう飛び切りすぎましたぐらいまでやってくれたら、はい、おいおいおいっていうねで右下に書いてくれてある、うん、エイプリルフール企画ですおそらくエイプリルフール企画ですって書くことは、うん結構懸念点あると思う、うんうん、冷めるやんとか、はい、じゃあなんやねんとか言われがちやけど昨今のこのエイプリルフル合戦によって混乱する人を排除するためにやっぱこう書いてくれてんねやと、はい、あと画像が今パッと見た感じちょっと嘘っぽくわざとしてあるのとかがいいですね、うんうんうん、そうやな、うん、リアルじゃないですよ感があジポンさん危ないよ危険です三つ缶一部の自販機で味ポンが置いてもらえることになりますまあまあハッシュタグエイプリルフールにしてるからまあまあ、うん、けど危ない味ポンさん実際ポン漬けの自販機あるし見るしな、ね、だし系とかな、うん、でも皆さんやっぱ 怖さもあるからエイプリルフールは入れてんのかみんなハッシュタグエイプリルフールは絶対入れてんのケンタッキーさんはどうやったの入れてる入れてる、うん、入れてるけど期待が超えちゃうねんな、うん、パッと見の印象でいっちゃうねんな、うんみんなねやっぱエイプリルフールほんまそこまでさっき言ったように気にしてないから普通のツイートとして見ちゃうねんエースコックさん、はい、ワンタン麺ワンタンのみ発売決定、うん、かっこ大嘘、うん、だいぶいいです、うん、そんぐらいしといてくれたそれぐらいしとこう佐久間聖華さん、はい、飲む佐久間ドロップスが登場、うん、味はハッシュのフルーツフレーバー昔から変わらない懐かしい味をドリンクで味わってみませんか危ないまあでも、まあ、ハッシュタグエイプリルフールや味わってみたいみんなエイプリルフール入れてんなよう見たらこんなんはいいですねカルピスさんの、うん、門外不出のカルピス菌実はこういう風に保存されています弊社社員も取りに行くのに一苦労ですあいいねバイオハザードのねこのシーンみたいなやつの、ね、社員さんもカルピスのドット柄になってるっていうこんなんはいいです素晴らしいロッテクーリッシュさん、うん、一吹でクーリッシュバニラの甘い香りが広がります、うんうんうん、クーリッシュ香水発売形もちょっと香水っぽいから、うん、ギリギリでもエイプリルフールって入れなあかんっていうのはあんねやろなその企業として、うん、はい入れずにギリギリ攻めて楽しいも言ってほしいなあーなるほどねあだから西川さんとか、うん、浅野忠信さんとかやっぱ入れてないんだ、うん、個人はやっぱ冷めちゃうって思うもんなあとなんか本来、うん、午前中に、そう
エイプリルフールツイあの言って午後にネタバラシみたいなのがなんかルール全然知らんくてさ、それ知らなかった俺らつぶやいたん午後でさ、うん、今日本当に やりますよねみたいな来たで知らなかった、うん、さあそして我々のエイプリルフールツイートバトル、じゃあどっちがバズるエイプリルフールできるか、そうしましょう、勝負しようか、それはいいね、す、うん、で負けた方はおすすめ私物プレゼント、わかりました、うん、まずどういうツイートをしたか、はい、僕は、はい、今日あったかいな、まだ早いかなと思ったけどホットパンツ履いてきて大正解、テンション上がったから今から丸刈り金髪にしてピアス開けてきます、なるほど、うん、まあ大嘘ね、うん、はい、私は本日をもちまして芸名を山内健司からマンハッタン五郎そよ風の巻に変えさせていただきます、山内やな、今後とも皆さんよろしくお願いします、山内のセンスやなマンハッタン五郎そよ風の巻、そよ風の巻がいらんけどおもろいよな、だからなんか年数重ねるごとにそこ変わっていくんかなとか今回はそよ風の巻やけど、これも分かりやすいかなというのは思ってやったんですが、はい、それでは多い方が勝ちやね、下にイネスが入ってるんでイネスの方が、はい、負けた方どうする、負けた方が以前言ったのは上下にプレゼントをつけた、ね、OK、はい、俺から絞っていくね、はい、絞ってた、 1.4 万、1.4 万件もついてる、 1万超えたらバズりという、バズりって言ってたよね、1万4千、やべあ、 1.5 万、負けた、 1.5 万いいね、負けてる、いってる、勝った、僅差で勝った、あぶね、そよ風の巻に負けた、そよ風の巻バズってる、負けた、ということで僕の私物ですね、私物プレゼントは濱家に決定、うん、なんか出します、はい、はい、コメント、はい、ちょっとすみません、まあ、コメント、お互いの、うん、濱家の方にはやっぱ絶対にやってくださいねと、うんうん、その写メ期待、アカウント乗っ取られたんですか、いいね数で負けたらついた嘘を本当にするにない、ないです、ないです、来年はそれしましょう、うん、来年はね、うん、なるほど、来年はね、チャンネル登録お願いします、一度、本当に金髪にしてみたらどうかな、ハゲ目立たないみたいよ、てっぺんハゲの人に多い気がする、金髪にしてるの、痛いな、こいついや、痛くないと言ってくれてんの、染めたら励ませ痛いなそれコメントをくれてんの、概要欄に応募フォームを作ってますんで、濱家の私物欲しい人はそちらに応募してください、お願いします。